加にも声かけけたたんでですけど、はい、速攻で断られました、ね、ちょっと待ってくださいお仕事も基本的にあんまり悩まないと思います<ー>直感でとか印象でとか後悔するな結婚したあとでいいやみたいな皆さんにぜひ解決方法を一緒に考えていただきたいと思いますまず一つ目こちらです私優柔不断で決断力がないんですと えー、偉人の皆様のこの映画での決断力に圧倒されましたどうやったらズバッと決断できるような人間になれますかと、まあ、ここにいる皆さんもね人生のそういうい岐路で決断されたことってあると思いますが浜辺さんは決断できる方なんですかズバッととこう早いと思い思ます食べ物屋さんのメニューとかもすごく早いです。<笑><笑>例えばもうなんか 今日はありおりにしようみたいな <laughs> <laughs> すごい早いタイプなんですけどでもあれは何なんですかね食べ物のそれは置いといとて直感がすすすごく大事にするんだと思います直感でこれだと思った後に多分悩まれる方も多いと思うんですけど直感を結構信じて行動するタイプなのでまあその後にあのに理性的に考える時もあるんですけど。 はいだから早いんだと思いますじゃあ仕事お仕事などに関してはこれをやりたいと思ったらっとこう決めてってあお仕事も基本的にあんまり悩まないと思います<ー>直感でとか印象でとかの方で後から理由はあのあだから私はこういう理由でこう思ったんだっていう風に納得いく理由が後からついてくるので、うん、直感かもしれないですね早い方かも。 じゃあこの方も理由とか置いといてまずは決めた方がいいか思ってる。いや、ね、私の場合だ話だけだから <laughs> この方はそうですね。<laughs> 直感も大事にしてみるっていうのも一ついいのかなとお勧めかもしれないです。なるほど。赤洲、はい、さんは直感バンって決めるんですかすぐに？バンってしか決められないですね。実 <laughs> 行できないです。あ、そうなんですか、うん。はい。え、その基準は？こうパッえ、まあ何事も本当僕も直感ですね。あ、そうですか。 でその多分、その優柔不断っていうのは多分結果について不安を思ったりするから悩まれるわけじゃないですかはい、はい、このあとどうしようみたいなそういう時は大体僕はその何て言うんですか。例えば明日 次の日早いなどうしようでも先輩に飲み会誘われたらどうしよう行かなきゃみたいな瞬間があるとするじゃないですか <laughs> そういう瞬間ですかなんかもっと大きな人生のことかと思ったらな <laughs> 他のって例えばじゃあ,あの結婚に踏み出すか踏み出さないか結婚しようかなみたいな、ねはい、でも実際僕だったら多分バッて飛び込んで後悔するなら結婚したあとでいいやみたいな <laughs> あのなんて言いんですか結果を だからあの後日の自分に任せるってパターンですね。まずは決める。はい。決めるのは僕で未来の自分にあの後悔を任せる。ああなるほど。全部預けます僕は。ああ。今この瞬間で生きてるので。わかりました。はい。まあ似てるところもあるかもしれない。パッとまず決めるっていうのはお二人はね。後でまあ考えるっていう。おお大まかでは。大まかではね。マサイさんはどうなんですかね。こう決断。 まあでも僕も僕直感はあるんですけど直感的にこうだろうなとかでも分からないんでけどたぶんこっちだなとか思うっていう方向づけはした上でどう思う、どう思う、どう思うって周りにも一応聞いてえ確信が持てると気持ちよくすっといけるみたいなそういうい感じですかねこれいいアドバイスかもしれないですね一応決めといて周りにちょっと聞いてみるとかって。 さっき聞いててこの前、萬斎さんと飲んだ時に赤楚君にも声かけたんですけど速攻で断られましたちょっと待ってください、その決断どういうことですか悩んでなかったって即決でちょっと待って僕、こちら側でちょっとした大事な私事がありましてすみません本当にちょっと次回行かせていただきます。 ああ、す、まそれも早かったってことですもんね。なるほど、なるほど、すみません、長え。でも、誘われてない人もいるから。まだ、まだ引きずるから、そういう、引きずっていくから、そういうのは。そう、ね、ええ、じゃ、連絡先知らなかったんで。そうですよね。そういうことにした。じゃ、この後、みんなでグループライン作ればいいんじゃない。そうですね。そうです。ありがとうございます。